猫耳姿で激闘でしたにゃー。声優の上坂すみれさんが11月11日に自身のインスタグラムを更新し、猫耳が印象的なステージ衣装を公開した。これはザ・リーサル・ウェポンズのライブ「地獄の国技館バトルロイヤル」にゲスト出演した際のもので、上坂さんは「私は猫猫なお衣装で国技館のリングに上がらせていただきました。激闘でしたにゃー」とコメントした。上坂さんの猫耳姿は、黒いシースルーのトックスにスパンコールのワンピースを合わせたセクシーでキュートなもので、ファンからは、美しすぎて罪に問われないか？猫耳の黒いお衣装とっても似合っていて可愛かったです。可愛すぎた。簡単ふありがとうございました。といった絶賛の声が寄せられた。上坂さんは、声優として、スター星トゥインクルプリキュア、や、バンクドリーム、などの人気作品に出演するほか、歌手としても活躍している。今年7月には、雑誌、声優グランプリ、で、猫カフェでの撮影に挑戦し、猫耳をつけたオフショットを公開して話題になったこともあり、猫耳姿も相変わらずの可愛さを見せつけている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。